にちは、アシアジャズフェスティバルです。アシアジャズフェスティバルです。こんにちは、こんにちは。はい、あ、来ましたね。じゃスタート言ってくれますかね。皆さんこんにちは。改めましてですが、アシアジャズフェスティバルの今日はバーチャルアシアジャズフェスティバル2020年ということで、1時から開催ということなんですが、私たちもう本当にいろいろと、いろんなこと試練を今受けつつ、そしてなんとかまたつながりました。皆様本当に申し訳ございません。大変ねお待たせいたしました。ちょっといろいろ間に考えていたことは後ほどまた、電波状況が余裕があるときにさせていただこうと思いますので、大変お待たせいたしました。本当に素晴らしいジプシースイングジャズの、バンドの皆さんをお呼びしたいと思います。モンデューさんです。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
皆さんありがとうございます。モンデューでございます。長らくお待たせいたしましてですね、僕たちも、大変待っておりましたけれども、やっぱりですね、少しでも、こういう事態ですのでね、皆さんのもとに、予定していたこのアシアジャズフェスティバルの、雰囲気をお届けしたいと、本当に、たくさんのスタッフの皆さんが、尽力を尽くしてくださっております。そんな中、少しね、こうトラブルがあるのは、本当はね、ない方がいいんですけれども、そこは、どういうものがあるかわからないところでございますので、そこは、本当に少しでもいい音を届けるための、尽力を尽くしてくださっている皆さんの、おかげというところでですね、お待たせした時間、その分、今の、僕たちの、ステージを楽しんでいただきたいと、張り切ってまいりたいと思います。それではメンバーの紹介、まずはバイオリン土井美香、どうぞよろしくお願いします。そしてリードギター伊藤純介、リズムギター三木哲也、そしてコントラバス長谷川光でございます。どうぞよろしくお願いいたします。1曲目はニグロという曲で、このモンデューでも長く演奏している作品からお届けさせていただきました。そして、もう今日はですね、もう勢いある曲ばかり、用意しておりますので、続いての作品もお楽しみいただきたいと思います。サボアビーブル。
ありがとうございます。サボアビーブルをお届けさせていただきました。ジプシージャズバンド、モンデューということでございまして、フランス生まれのジプシージャズを演奏する4人組でございます。初めましての方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、ジプシージャズというのがですね、1930年代にジャング・ラインハルトという人の手によって広く世界に、知れ渡った、そんなジャンルでございますけれども、そんなジャング・ラインハルト、ジプシージャズの、代表する作品を次にお楽しみいただきたいと思います。続いての曲はマイナースイング。
はい、ありがとうございます。マイナススイングをお届けさせていただきました。このジプシージャズ、バイオリン、ギター、コントラバスと、アコースティックな、楽器ばかりで演奏されるのも特徴の一つでございまして、そして、フランス生まれの音楽というところも、ありましてですね、ミュゼットというフランスの、独自の音楽があるんですけれども、弦楽器のサウンドがまたぐっと、染み入る、サウンドをお楽しみいただきたいと思います。ミュゼットの作品から、アンディファレンス。ありがとうございます。アンディファレンスをお届けさせていただきまして、いよいよ、早いもので次で最後の一曲というお時間になってしまいました。本当にですね、あっという間で寂しいものでございますけれども、メンバーもですね、およそ1ヶ月ぶりの再会でございまして、本当にこの機会がなければ、次、このメンバーが会えるのがいつかわからない状況だったと、そんな中こうしてお声掛けいただけたことは、本当に感謝、したい、するべきことだと思っております。皆様も画面越しではありますけれども、こうして、モンデューの姿を、4人揃った姿を見ていただけるというのは、本当に、嬉しいことでございまして、本当にね、いろいろありますけれども、ステイホームでございますけれども、今日はですね、皆さん、危険を、
がある中、こうして、決断して、開催してくださっております。そしておかげさまでこのメンバーが、一緒に演奏することができていると、そこに尽きると思いますので、次回来年はぜひこのアシアジャズフェスティバル、会場で皆さんに会えることをぜひとも楽しみにしておりますので、皆さんお元気で、どうか、お家で過ごしていただきたいと思います。それまでぜひ良い旅をしていただきたいという気持ちを込めて、キャラバンを最後に演奏させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。Thank you.
ありがとうございます。バイオリン、土井美香。ギター、伊藤淳介。国光秀夫。コントラバス、長谷川光。モンデューでお届けさせていただきました。本日は誠にありがとうございました。モンデューの皆さん、ありがとうございました。本当に素晴らしい、ジプシースイング。楽しさを、はい、モンデューの皆さんに、ね、私たちもね、楽しませていただきました。今日は本当に、いろんな、方面からね、お集まりいただいたようですけれども、またね、ぜひとも、モンデュー4人揃っての演奏がね、一日も早く、どこかでね、聴けたらいいなと思います。本当にありがとうございました。それでは、ね、今、ちょうど本当にいい演奏もそうですけれども、電波状況も今は安定しているようですので、はい、今のうちに、ぜひともこのアシアザズフェスティバルを応援していただいている、スポンサー様の、お名前をね、今から順番に、読ませていただきたいなと思うんですが、順不動にて失礼したいと思いますが、まずは、大阪阪神間に21店舗のアパマンショップを運営、お部屋探しやマンションの管理、不動産売買は、タカラレンタックスグループ様。そして、共立コーポレーション様。ダダリオ様。清和歯科様。神戸トヨペット株式会社アシア店様。考えること、形にすること。株式会社海猫堂様。そして、しのぶ、ボーカルズ、芦屋宿川店様、ラポルテ本館、東館名店会様、芦屋神社様、神戸開発株式会社、失礼いたしました、神戸 SC 開発株式会社様、プアンタイ様、株式会社ビシュ様、バギーポート様、ということで、アシアジャズフェスティバルの運営を、協賛していただいてます、スポンサー様の皆様です。そして、ここで、一度ビデオメッセージをお届けできたらと思いますが、スタンバイの方は大丈夫でしょうか？間違えるかもということですが。すいません、それ全部、入ってるんじゃないですか、その声入ってるのかな、いいんですかね今日はですね、私ね、高橋理恵が、ずっと進行の方を務めさせていただいてるんですけれども、本来はアシアザズフェスティバル実行委員会の、同じく代表を務めてますクリス・チアリの方が、ちょっとね、最初にスピーチしたりする場面もあってもいいのかなと思ったんですが、今日はですね、やはり三密を避け、そして、換気タイムを今設けているんですけれども、できるだけ最小人数のスタッフでやっていますので、クリスが、こういった映像の方の、まあ、仕事を今やってる状態で、ヘッドフォンをして、パソコンの前に張り付いている状態です。なので、もしかしたら、後ほど少し、顔が見えるかもしれませんが、それでは、ビデオメッセージ、素晴らしいアーティストの皆さんからいただいてるんですが、まずはよろしいでしょうか。ちょっと待ってねというふうに今言われましたけれど。やってみてもよろしいでしょうか。ちょっとうまくいくかどうか、わかりませんけれども、とにかく、では、まず、トップバッターは近藤房之助さんからのメッセージです。こんばんは。やはり、うまくいかないようです今ね、私も普段はジャズシンガーとして、ずっと活動する中でね、仕事をしているんですけれども、今多くのミュージシャンが私を含めまして、演奏がもうピタッと止まっております、ですので仕事の方も止まっている状態なんですけれども、やっぱりこのアシアでジャズのね、ジャズを通して通じて
こういった音楽のイベントをね、立ち上げたいという思いから、今から4年前にクリスと立ち上げたわけなんですけれども、そして少しずつですけれど、地元の皆さんに、名前が浸透しつつあるのかなというふうに思っていますが、今回いろいろな、この開催にあたって、やはり兵庫県とか、芦屋市の方にも相談いたしまして、で、こういう条件を守っていただくんであればということで、一応ね、許可をいただいて、このようなイベントを今日開催させていただいております。もちろん、私たち、そういった換気だったりとか、あと、次亜塩素酸水での消毒だったりとか、換気、それから、3密を避ける、そういったことは、もう十分に、広く、ステージの方も、ソーシャルディスタンスとってやっております。で、公園名義の方を兵庫県芦屋市、芦屋市教育委員会、芦屋ユネスコ協会より、いただいております。で、今回出れなかったアーティストの皆さん、延期ということでね、次の延期、日時というのはまだ決まっていないんですけれども、なんとか開催できるように私たちも頑張っています。そしてその唯一の私たちの運営資金となるのがこちらの私が着ている T シャツ、オフィシャル T シャツということで、今年は、ジャズ版画家の古戸井道義の、絵を私たちのこういったもう前のフロントにプリントバッと色鮮やかに、施しまして、こちらの方をですね、定価3000円で販売しております。それでは先ほどビデオメッセージということでちょっと順不同にまたなってしまいますが、整ったようですので、まずは素晴らしい吉田二郎さんというね、世界のギタリストですね。芦屋でもそうですが、ニューヨークでも拠点にされている吉田二郎さんからのビデオメッセージを皆さんお楽しみください。
して PA さん、これの生音の生音ってこの返し上げたいので本体の音量もっと上げたいんですけど、上げていいですか、ね、Thank you.
こんばんは。クリス、お誘いありがとう。夜中にいた電、最高でした。楽しい時間でした。タフに生きていきたいと思います。多くは語りません。シャレの効いた人間であり、ユーモアのある人間でありたいです。なので、あなたに乾杯。歌を一曲歌う。From the bottomless pit, but my hand was made strong. By the Almighty, we forward in this generation, trying. Won't you help to sing? こんにちは、アシアジャズフェスティバルの皆様。My name is Wilf Ramsey with the Herbie Hancock Institute of Jazz. As you can see, I'm working from home. These are truly difficult times for everyone, and our hearts go out to you and to everyone in Japan as you contend with the challenges of the global pandemic. During this unique moment when many around the world are either social distancing or themselves struggling with the virus, we believe that art and especially music is an indispensable way to deal with the negative effects of so much isolation. That's why we still celebrate International Jazz Day and why we're so pleased that the Ashiya Jazz Festival is presenting a virtual commemoration this year. Our thanks to Chris and his team for working hard to bring you the joy of music even in these difficult circumstances. We have been grateful to partner for the past 4 years with the Ashiya Jazz Festival and have enjoyed seeing the incredible response the festival garners each year. It's my fond hope that next April 30, we will all be able to gather in person and enjoy live music again. But until then, on behalf of the Hancock Institute and International Jazz Day, please accept our best wishes for your health and well-being, and happy International Jazz Day. 皆様どうもありがとうございます。プログラムを楽しんでください。
こんにちは、改めまして、アシアジャズフェスティバル実行委員会の高橋です。今日はとってもいいお天気で、後ろのね、アシア川を見ながら、皆さんにバーチャルで、無観客ライブ配信をしております。今日の準備、いろいろ私たちも頑張ったんですけれども、なかなかやはり、こういったこと初めてでして、スタッフも最小人数でやっておりますので、皆さんにはとてもこうね、イライラするような、長い時間をお待たせして本当に申し訳なく思っております。そんな中で最後になりましたが、私たちの、アシアジャズフェスティバルジャズオールスターズということで、今日のあのメンバーで、また最後のステージをお届けしていきたいと思うんですが、全員揃ってないかな？はい。聞こえてると思います。あ、聞こえました。今ね、もう本当にね、なかなかこれ難しいですね。だけど、これができていくと、本当にお家にいながら皆さんにね、少しでも生演奏の楽しさをお伝えできるかなと思って、今回いろんな、まあ難関というか課題を、乗り越えながらですね、なんとか、形を作ってまいりました。で、そしていろんな、アシアジャズフェスティバルを普段から応援してくださってる皆様、そしてスポンサーの皆様、それからもうね、まずは出演予定だった多くのアーティストの皆さん、本当に今日はね、本当ならばできたんですけれども、次まで皆さん楽しみにしていてほしいです。今日の、この開催のテーマ、音楽の力ということで、音楽、やはりトップバッターの篠彩音さんも、おっしゃってましたが、音楽、音響心理というね、本当に素晴らしい音響の、そういった影響が人間にはあるということで、彼女は博士号を、取られたんですけれども、私たちも音楽の力を今こそ何とか形にしたいという思いでね、やりました。ですので、今日のこのステージの最後の最後には、実行委員長のクリスティアリーが書き下ろした、この日のために書き下ろした、音楽の力という Rhythm is Energy という曲をね、今日発表したいと思います。で、そこに本来ならば出演しているはずだったアーティストの皆さん、エントリーされてた皆さんたちのコーラスをこの2日で募集しまして、そのコーラスをうまくなんとかドッキングできるようにと思って私たち準備はしました。あとはもう神に祈るしかない。ここは、カトリックアシア教会ですから、神様、よろしくお願いします。ということで、じゃあ、やっていきたいと思います。一曲、お届けした後にメンバー紹介なんかもしていきたいなと思います。それでは、行きたいと思います。Can't buy me love! いいですか？はい。Buy a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. Get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money.Money can't buy me love. Give you all I got to give if you say you love me too. May not have a lot to give, what I got I give to you. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love.Everybody tell me so. Can't buy me love, love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things, the money I just can't buy. Cause I don't care too much for moneyMoney can't buy me love.
Tell me so, come for me, love, love. No, 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 no. Tell you don't need no diamond ring, so I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things, the money just can't buy. You know I don't care to. Much for money, money can't buy me love. I don't care too much for money, money can't buy me love. No, 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 I don't care too much for money, money can't buy me love. Love. ありがとうございます。Can't buy me love。ビートルズのね、カバーなんですけれども、私、2月28日にね、ジャズシンガーをやって、OL からいきなりジャズシンガーをやって13年経ったんですけれども、ファーストアルバムをね、クラウドファンディングで、芦屋市の、クラウドファンディング講座を、受講しまして、そして、皆さんに応援していただいて、それが、まあ、叶ってうまく成功できまして、ビッグバンドで京都コンポーザーズジャズオーケストラの皆さんの演奏と私のボーカルでアルバムが出ました。出たんですけれどもね、途端に、こういったことになりまして、なかなか皆さんの前にお披露目はできていませんが、1曲目に私のアルバムに Can't Buy Me Love が入っておりまして、今日はこのメンバーで、お届けしました。それでは、メンバーをね、紹介したいと思います。華麗なね、ソロを皆さん順番に聞かせて、くれました。まずは、オンピアノ、中野学。イェーイ。そうそう、今日はね、人数がここだけなんでね、あとスタッフ、最小人数ということで、パチパチパチというね、すごく空間の中で、パチパチパチって感じでやっておりますが、今日はなんかこう、可愛い帽子、マリオキャップじゃないな。ということでね、いつも一緒によくやってもらってます。素晴らしいね、ピアニストです。そして、今日ね、ゲストでね、参加してくれることになりました。クラップストンプスインギングでもね、リーダーとして活躍中のオンギター、高田亮介。イェーイ。スーツしちゃう。うん、なんか、でもそのさ、ドットのこのストラップがすごいおしゃれ。かわいい。かわいいですね。それでコーディネートよね。ワンセットな感じで。ね、もう本当お忙しでね、最近あれよね、結構海外でもやってたよね。ちょっとね、今はね全部ストップしちゃってると思いますけども、高田くんが入ってくれました。そして本当にね、関西をねもう代表するようなファンキーなエレベのね奏者といえば中島克樹オンベース。イエーイ。パチ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 、こんにちはですね。そして今日は、ね、こう一点ですよ。バンドで言うとこう一点かな。私と言ったら二点になっちゃいますけれども、もうね、大人気です。チヒーこと、オンドラムス、富永千尋。イェイイェイ。画面の皆さんね、向こうの皆さんどうですか？なんか反応、イェーイとか、ハートとか、いいねとか、あと、いい感じだよとかね、コメントいただけると嬉しいです。私たちの方には全く見えませんけれどもね、一生懸命ずっと今日は
あの PC の前で張り付いてるねクリスがいい感じの笑顔が出てきたら、私たちいいねたくさんもらってるんかななんて思いながらですけれど、 Can't Buy Me Love お送りしました。いや久しぶりに私歌ってますね、本当にね。それではね、今こうやって決めてます、ね、あの前半をルバートでやって、でサビから16ではミスティ、全然今日はクリアですけどミスティを返します。Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to my cloud. I can't understand, I get misty just holding your hand.My way, and a thousand violins begin to play. Oh, it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty the moment you're near.You can say that you're leading me home, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I found love in you. Oh my God.Would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my left, my hand from my glove. I'm too distant and too much in love. Ooh.Just too misty.
Yeah, yeah, yeah. I get to miss you. ありがとうございます。ミスティという曲をね、バラードですけれども、今日はちょっと途中から、ね、ビートを変えて、なんかこう後ろにね、ちょっと西日をバックに私たち感じながらですね、普段もう何も変わらないこの美しいね、芦屋川が流れていて、緑がたくさんあって、ついこの間まで桜が本当にたくさん咲いていました。今年はね、残念ながらゆっくりとお花見をしたりとか、思い切って外に出るとかね、なかなかできなくてなんですけれども、私は芦屋に住んで、この川のね、割と近くに住んでおりますので、いつでもこう川を見た時にはとても、心がすごく洗われる感じで癒されております。ね、今日はいろんな機材トラブルとか、あと配信テストっていうか、まあテストではうまくいったんですけれども、なんだかやっぱりね、いろいろその時その時でいろんなちっちゃなトラブルが起きまして、時間通りに全然配信できなかったことを本当にね、私たちも悔しく思いますが、改めてね、お詫びいたします。それでもいい演奏を聴けて感動したよというメッセージを直接くれた方とか、いろんな人のこういいよっていうのをね、聞いていると、本当にまあこういうことをやってよかったのかなと思います。ではもう一曲私の方でお届けしようと思います。今日はまあ、ウッドベースではなくてエレキベースということでね、ファンキーにね、行きたいなと思いましたんで、こちらの方の曲も私のアルバム From This Moment On に入っているんですが、Street Life をお送りします。I still hang around, neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. I turn the way it's bright.That's all that's left for me. Yeah, yeah. 画面向こうの皆さんも手拍子、お家で手拍子。Hey, I play the street life because there's no place I can go. Street life is the only life I know. Street life, there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. Let the people see just who you wanna be. Every night you shine just like a superstar. How the life is played, a dance and masquerade.You dress, you walk, you talk, you're who you think you are. Sweet life, you can't run away from time. Sweet life, for a nickel of my time. Sweet life, but you better not get on. Sweet life, oh, you're gonna feel that good. There's always love for sale.Grown up fairy tale, Prince Charming always smile behind a silver throne. If you keep it up, the song is always sung. Love you fade away beneath the silver moon. Sweet life, sweet life, sweet life.Oh, sweet life, I pray that sweet life
Because there's no place I can go. A sweet life is the only life I know. A sweet life, but you better know, get on. Sweet life, until you play your life away. Ow! ありがとうございます。スリートライフお送りいたしました。皆さん家の中でダンス、手拍子してくれてました？してくれてるだろうな、きっとしてたよって方はしてたよって書いていただけるととっても嬉しいです。ね、私たち4年前に2017年にアシアジャズフェスティバル4月29日に立ち上げまして、そして4月30日が明日ですね、国際ジャズデーというインターナショナルジャズデーというのがユネスコと、あと、今はハービー・ハンコックさんが、勤めるその教育機関、ジャズの教育機関の最高峰なんですけれども、そちらの方との、共同でこういった国際ジャズデーっていうのをね、世界中でジャズでお祝いするというね、そういう日が制定されてまして、で私たちは一番早いそのキックオフというか、29日に祝日なので開催することになりました。あとデューク・エリントンの誕生日でもあるということでね、4月29日になりました。今回は初めてこういったライブ配信ということをしておりますけれども、もしね今後うまくいきましたら、この状況がちょっと先が見えない場合にはですね、何かこういった形で皆さんにエンターテインメントを芦屋からお届けできたらいいなって本当に思っております。それを芦屋ジャズフェスティバルへ のメッセージも先ほど、ウィルさんから、英語のスピーチがあったと思うんですけれども、あちらの方も本来ならばちょっとねクリスが、訳をすることになっていたんですが、今日はもう PC から張り付いて離れられないということなので、こういった中で、おめでとうということで応援してますというウィルさんのメッセージを、国際ジャズデーの、事務局の方からいただきました。ありがとうございます。それでは、そうしましたらもうねなんかあっという間なんですけれども、次の曲で、はい、最後になりました。っていうのちょっと聞こえた気がするんですけど違います？もうちょっと頑張ってみんな。とか
あともう一曲、全くわかんない、私。全く聞こえない。OK。そうね。じゃあさ、私がいつもやっている、バトカーダというとっても楽しい曲をね、やるから、皆さんもお家の中で今度また手拍子とダンスね、で参加してね。アシアザズフェスティバルは全員参加型でやってます。では、いきますよ。バトカーダ。Butukara is free, the voodoo he made, and the rhythm you hear will make you dance. Butukara is strong, and it won't take you long. Feel lost in the song, and in the dance. Tonight I'm gonna sing and dance, we will be free.And like a kind of flood, gathers from the sea. Batucada is on, Batucada, come on. Watch it dance in the dawn. Body moves you, Batucada, 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 Batucada
もうどうですか？お家でみんなノリ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 かな、音楽ってやっぱりね、こういった、私Save Live Music Japan ということでね、私たちの生演奏だったり、それができるお店だったり、やっぱりそういうものをね、なくさずに行こうということでね、やっております。いろんな私たち知り合いのアーティストも含め、みんなライブ配信とか、今一生懸命やってますのでね、ぜひとも皆さんに応援していただけたら嬉しいなと思います。それではね、今日は、この日のために書き下ろした、クリスがね、書き下ろした曲があるんですけれども、今日も全く、カメラの前には、クリスはもうね、一言も、挨拶もできない状態が続いておりまして、ね、もうその、作った人にね、ちょっと一言と思ったんですけれども、まあ、仕方ないですよね。ということで、みんなに、今日は音楽の力というね、そういったみんなで、最後に、ララララララランララ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 っていうところがね、あるので、そこはね、よかったら皆さん参加してくださいね。本当にストレートないい曲なんで、ぜひ、この CD をね、これから、リリースする予定で5月末にはリリースできればいいなということで準備しております。そちらの方も皆さんよかったらね、気に入ったら応援してください。どんな時でも笑顔でいてね。どんな時でも明るく生きよう。どんな時でも笑い続けよう。心に届けよう音楽の力。君はいつでも微笑んでいてね。君はいつでも輝いていてね。君はいつでも信じていてね。心に届けよう音楽の力。想いは届くからリズムに乗せて悲しみ乗り越えて悔しさ乗り越えて強くなる。寂しさ乗り越えて涙を流して強くなる。信じてね Power of Music 感じてねどんな時でも笑顔でいてね。どんな時でも明るく生きよう。どんな時でも笑い続けよう。心に届けよう音楽の力。
感じてね Breathe me energy信じる想い忘れないでね許せる気持ち忘れないでね心に届けよう音楽の力想いは届くからリズムに乗せて君を裏切らない音楽の力どこまでも届けよう音楽の力La la 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 いかがでしたでしょうか。音楽の力、なんとか、画面の向こうで聞いてくれてる皆さん、みんなとコラボできてたでしょうか。アシアザズフェスティバルに、ね、応援してくれている、そして、参加する予定だったミュージシャンの皆さんと、なんとかコラボできました。これを今後、プロモーションビデオも作りまして、そして CD にしまして、5月末になんとかリリースするように、私たち頑張りたいと思いますので、どうぞ、その時も応援してください。これからもみんなに音楽の力をお届けします。今日は全プログラム、いろいろな事情がありまして、すべてできなかったことを深くお詫び申し上げます。また何かの形で、今日予定していたビデオメッセージも、公開できたらと思っております。本当に皆さんありがとうございました。